思わずノリと勢いで中戸湯本に来てしまいまして、ワンチャン温泉入れやんかなと思って来てみたんですけどね。ここを、そうですね、長門温泉郷のところですね。ということで、時間がわーっとあって、なんか、次来るのが15時40分ですけど、これもなんかすぐには来なさそうなんですよね。今の14時27分のが15時10分前ぐらいだから、だから30分遅れぐらいでは来とったんで、この後もそれぐらい遅れとるのかな、ちょっと一回調べてみて、30分遅れとかになっとって16時10分とかやったらワンチャン入りやんかなと。ここ逃すと痛いですからね。一応こんな感じ、駅前はね、すげえトイレのマークが独特ですね。ねえ、じゃあこっから先行ったらあれなんですけど、ちょっと雨が降ってきそうではあるんだよな。バスはこれは下関行くか、ここまで行っちゃうとあれなんだ、この奥にいろいろとあるみたいなんですけどね。最後こっちやったら、16時43分のやつだったら1時間ちょっとあるし、あーだから天気怪しいか、ちょっと天気予報見てから考えよう。降ってきたな、当たってきたな。そういうことか。じゃあ残念ながら天気こっから思いっきし下り坂だし、もう雨ポツポツ当たってきた、今日こっからザラーッと、結構な勢いで、降りそうなんで、温泉歩いていくね、ちょっと距離あるんですよね。歩いて行けん距離ではないんですけど、雨降ってる中でっていうとちょっと話が変わってくるのかなっていう感じですね。いやだいぶ降ってきたな。仕方ないんで、おとなしくそっちで待とうかな。15時32分、バスの方のがいいかもしれんな。試しにちょっと帰り15時32分やろ、何分やるバスの方やと、じゃあ15時10分で15時32分から全然後なのか、16時43分、まるっと1時間あるのか。当たってきたな。ちょっとやっぱ遅れが出てるみたいなんで、どっちが先に来るやろな。まあ多分列車の方が本来やったらあと7分ぐらいで来る予定のところが、多分だいぶちょっと押してくるみたいなんで、ワンチャン入れやんかなと思ったら、とりあえず何も考えずに、来たんでパッと飲みましたけど、ちょっと無理かな。温泉入りたかったな。雨がなけりゃね、あれなんですけどね、まあ、ちょっと先の工程も長いんで、ちょっとここは苦渋の決断をしましょう。
とりあえずトイレ借りて待ちますか。ちなみにこんな感じですね。ちょっと南に下ったところに温泉郷があるっていう感じらしいですね。まあだから普段ならね全然行ける感じですし、全然立地はいいところなんですけど、ちょっと二冠線橋に関してはね、よし、もうちょっと本当立ち寄っただけになっちゃいましたけど、本当にその後の山陰線の接続間に合うんだろうな。俺そう考えずに来てなったけど、よし、ちょうどいいと思います。来ちゃないけど、だいぶ場所こんな感じか。一応11分遅れでは来るみたいですけどね。さあその先どうなることやらですね。